んは、こんにちは、おはようございます。しげちです。今回も地球防衛軍4をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。若干鼻声ですね。ミッション47賛同の罠ですね。山岳部に集結している巨大生物を掃討します。すでに一度攻撃部隊が派遣されているのですが、多くの負傷者を出して退却する計画となりました。敵の中にレタリウスがおり、それが攻撃を困難にしている要因のようです。しかし今作戦では空軍歩兵隊輸送部隊が出動しており、万全の状態です。エアレーダーは支援部隊と連携を取り、敵を撃破してください。思い切り変さですが、行ってみましょう。はい、さてさて、ミッション開始ですね。ここはレタリウスが巣を張っておるので、ですね、それを先に確認しましょうかね。お、危ね。まずここに1個ありますね。ということはこっちにもあるんですね。大抵レタリウスの巣は前にあるなと思ったら後ろにもちゃんとありますんで、で遠くから引っ張られますので、そういうのに気をつけていきましょうかね。はい、外す。よいしょ。ほら、いろんなとこにある。一度この場を離れた方がいいんだ。よし、一度端っこまで行きますかね。よし、こっから狙撃だな。実はですね、旋回のこの感度を変えたんでかなりスピーディーにはなったんですけど、まあちょっとね、狙いが定まらない時ありますね、こんな感じ。あれ、なぜかというと、ゆくゆくやるであろうハーディストやインフェルノに備えてですね、旋回なんか速度を上げた方がいいようなこと書いてあったんで、ちょっと上げて練習してるわけですわ。そしてあそこにレタリウスがおるので、あいつを先にブチってやりますか。あ、やべ見えてたんだけどねしまったね。バカめ、俺を引き寄せたことを後悔させたやつ。ほらね、夏目さん当てれば OK。 隊長、何に当たったの今なんか当たんなくていいやつに当たったね。なんか俺を無視するね、こいつら。なぜ、私はここよ。おー、ナイス。やるぜ、 EDF もなかなか頼れる仲間だぜ。そしてちょっと鼻がムズムズするぜ。何、糸糸糸なんか絡まってないじゃん。あいつか、こいつだ、この人だな。助けてやるぜ今。俺はうまくないぞって。結構ピョンと落ちるんですね、この弾は。ここら辺か。おっと、危ねえ。あれ避けたと思ったら当たっていた。しゃあねえな。 EDF。
あそこにいるね。インファイトだ。バット。惑いなさい。はい、気を引き締めます。さあ、やっさあ、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 あれ、まだあっちにいるんですね、いっぱい。アースイーターかこれ長いとこじゃなかったっけ。割と長いとこだったような気がします。なんか一回やったような気がするんですけど、確かあれはぶっ壊せる。あ、違う違う違う、これでぶっ壊せるんですね。じゃあ届いてない。ここはこれだ。あっちにまだなんかいるんですね。外した。てえな。わ、避けた。お、危ない。なんか敵が結構多いですね敵結構多いね。まあ大丈夫でしょ、この体力ならまだいける。ほら、よっと、あれタイミングが。どっからこの雲が湧いて出てるんですかね。勝手に死んでなさい。はい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 。あ、引っ張られてるじゃん。引っ張られてるわい、赤い糸に。デタリウスからのラブコールだぜ。行くしかないぜ、これは男として。どこだ、透き通ってて分かんねえなどっから引っ張っとんの、こいつか。お前か、俺が好きだな、俺のこと好きなのか。愛してるわ。ほい、お前もか、お前も俺が好きなんか。だが虫はお断りしておこう。僕は君とは付き合えないんだ、レタリウスさん。なんかいっぱいいるな なんかよくわからんくなってきたぞお、久々のピンチ。こいつら限る。
なかなか予期せぬやつらが出てきたもんな。あ、壁だ。壁じゃねえのに進めなかったか。当たんないな。届かないな。これだ。ほい。ほい。あれ。まだいるのか、レタリウス。お腹出てる。あぶねえ。なんだあれ。なんか、メロンソーダがいっぱい出てる。あの光はなんだ。相変わらずめんどくさいね、飛んでる敵は。ないでしょ。おっと、引っ張られながらも回復して武器も取りたいんだけど、取れないと出させてない。取らせてくれないのね、君は。あ、終わってもった。なんか微妙なミッションだな、これも。あ、武器が、武器が。はい、まあ武器取ってもね、まあ毎度おなじみのこういう結果なんですよね。はい、次行きましょう、次。いや、部屋の中乾燥して喋りにくい、喋りにくい。そして、噛みまくり。すまん。次は何だ？ミッション48、要塞猛進。新たな4足歩行要塞が市街地に接近。市民の避難が遅れており、このままでは計り知れない被害が出てしまいます。敵を足止めし、市民が逃げるための時間を稼がねばなりません。ですが、頼みの空軍は、消耗が激しく、支援は難しいとのことです。もはや地上部隊だけで、あの怪物を組み止めるしか手がありません。決死の作戦になるでしょう。四足歩行要塞を破壊する必要はありません。なんとか時間を稼いでください。なんかいつもこういう感じだよね。そうすると、さあ、猛塞猛進に猛進。はい、なんかもうすでに見えておるわ。なんだあいつは。あいつか。序盤であったね。でっけえな。でかすぎるぞ。しかもなんか落っことしてるぞ。いらないもの。しかも赤いの落っことしてるぞ、あいつ。おい。そんな落っことしてんじゃねえよ。蹴飛ばしてる。四つ足要塞、仲間のアリを蹴飛ばしております。迫ってくんじゃねえ、ぶしゃけ野郎が。すげえな、水の中もいるんだ。まあでもこいつらインフェルノのあのアリに比べりゃなんてことはねえんだぜ。噛まれてもな。はいと。何すりゃいいんだここ。俺の大事な EDF を食べるんじゃねえぜ。お、なんとアーマー破損。俺に任せい。食べるんじゃねえ。俺が駆除してやる。
絶対にここで食い止めねばならない。いるぞ、当たった、絶対に死ぬな、攻撃しろ。さあ、兵士大使だ。おお、これは空中戦闘するしかないな、久々に。どうこの狙撃。実は俺スナイパー得意なのよ。さあ、地面に落っこちて自爆しないことを願う。いけ。おお、2個同時、イエーイ。ほら、ほら、いい。こいつらなんかボーナスステージの敵みたいだよね。柔らかこいから、柔らかいからね、やばっこいね。はい、あ、危ねえ怒られた、怒りやがった中のやつが。飛行ドローンの中の人が今怒りましたね。侮辱したんだ。あ、いや、すまなかった。全力を持って相手するぞ。それぞ騎士道精神たるもの。ていっ、かの有名なフランス人ジャン・ピエール・ポルナレフまで来ましたね。それはきっとさっきまで寝ていたからだろう。今日は休みなんです。なので寝すぎました寝すぎちゃいました、寝すぎちゃいました。ついよ、あれ、シールドが、シールドじゃない、アーマーはここか。はい、さあ、がっぷりこいつとやり合うか。あ、痛いなんという衝撃、なんというスケール。ちょっと逃げろ、あいだ痛い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 、わーっと超吹っ飛ばされた。やるじゃないか。見づらいなここやっぱ巨大生物は後ろに回り込むんだ基本的に死体を吹っ飛ばさないなんで投げてくれよ俺ですら吹っ飛ばしてないのに最近。はい、口だし。でかすぎて何があんのかって感じ。被弾したぞあいつ。キツにぶち込む、レンサーはケツにぶち込む。これのジャンプ好きがクソ当たってね。あ、いけ、邪魔するんじゃないよ。どさくさに紛れて食ってんじゃねえんだよ。これ式、何のこれ式。まあ、あれって壊せないんですもんね、ここじゃ。じゃあ、こいつは戯れてればいいのかな。めっちゃ群がっとるが。めっちゃ群がってんじゃねえの。すごいな、敵いっぱいいるな、嬉しいぜ。私の獲物がいっぱいいるではないか。ほっほっほっ、はい、あれ、たまに外すね。
ヒギ昇竜好き。フェンサーだって対空戦できんだからね。一時期飛んでる敵は苦手とか言われてたけど、俺がそんなことないって証明してやるぜ。ほらよ、後ろに目がついてるかのごとくのこの回避能力が発揮できない。うん、レーダーをよく見るんだ、しげち。はい。そして、敵の気配を感じるんだ。うわ、無理です、まだ。あと、2週間ぐらい練習しないと。はいよ。こいつらは楽しいですね。なんつうんでしょうかね。新型より。新型と赤いやつより飛行ドローンはこいつはね弱いんでね、ほんとボーナスゲームって感じ。テレテテ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 テ画廊伝説という格闘ゲームはな、なんとボーナスステージが腕相撲だったのだ。腕相撲マシンと腕相撲と対決するんだ、連打で。で3個目がすげえ強いの。あ、終わった。何これ、途中で終わるとこかい。ヤッホー、学校がボロボロだぜ。そして俺は何も取れないのかな。はい、アーマー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 、はい、アーマーばっかりですね。いやー、なんか今回はあっさりしたミッションが2連戦ですね。本当はここでやめたいんですけど、もう1個だけやってみましょうかね。サクサクと進んでみましたんで、もう1個だけ、もう1個だけやりましょう。今回3個やりましょう。まあ、内容にもよるな。これなんかめんどくさいとこじゃないけど。49、攻撃。緊急通信です。ヘクトルの部隊が接近中。さらに後方に別動隊。このままでは攻撃されます。される側なんかい。急ぎ、谷間に身を隠してください。谷間？どこの谷間？どこの谷間に身を隠していいのかな？無事の帰還を祈ります。万一盾を装備したヘクトルと交戦せざるを得ないときは、左腕を狙うなど、防御の及ばない箇所を攻撃してください。ふんふん。防御の及ばない箇所って言ったら、あそこしかあるまい。あそこしかね。ってことで、装備変えましょう。これはこのままで OK。やつらは射撃ばっかりしてくるんで、リフレクターでお返ししよう。そして、防御の及ばないあそこにこいつを突っ込む。どっちにしようかな。こっちにしよう。よし。あ、やっぱやめた。やっぱ堅実に行こう。これ使おう。これ使ってこれ使っても意味はないんじゃないか。まあいいか。さあ、防御の及ばないあそこでめがけ出撃します。はい、攻撃される側来ましたよ。まずどうすればいいんだ。上に上がるか。厄介だからね、この地形。この地形は厄介だから上に上がりたい。来た来た来た、もう撃ってきてる。よし、ここなら食らわねえ。さあ、ちまちま狙っていこう。当たってねえな。しかもあの爆発物系が来たぜ。ここは一旦逃げよう。生きるためなら僕ちゃん手段を選ばんもんね。まずこの邪魔者からやるか。遠目から。
なもんいくらあっても効かねえよ。空中打ち。そろそろ飛びましょうか。やべ、アリさんが。こアリンコもいんのか。めんどくさいね。私の目には今アリンコがプラズマキャノンみたいなので吹っ飛んだように見えたんですけど、気のせいですか。このアリはどっから出てきてんな。もういないかな。よし、アリの在庫が切れたところで俺はこいつを倒すぞ。後ろからね。後ろから楽していただきなアリ。ここは戦場だ。後ろを見せたお前が悪い。あれ当たんねえ。当たったね。アリがちょこちょこ来てるのが見える。可愛く歩いてきてんじゃねえ。俺はお前らが大嫌いなんだよ。ほいほいほい。今はいい季節だぜ。お前らに出会わないから。虫というものに出会わないからね。でもたまにいるよね、なんか季節外れの。ちょっと早く出てきちゃいました、てへんみたいなやつがいますよね。上に逃げる。あ、壁だ。食らってるじゃん。撃たれてますよ、アリさん。アリ。敵ながら援護射撃を送ろう。感謝するぞ。今だけ。まずあのノーマルヘクトルはいないんで、こいつらを1体ずつやっつけていきますかね。さあ。よし、今だ。体勢が崩れたぞ。甘い。当たらなければどうということは全然ない。と偉い人が言っていた。赤い人が。見せてもらおうか。フォーリナーの新型のヘクトルの性能とやろう。シャーシャーシャー。じゃじゃじゃん。ビルの谷間に。おわ、いて。でてれんてってって。シャアの歌の知ってますか、みんな。一回聞いてみてください。面白いんで。で、あのシャアのテーマ曲がこれって感じなんで。打ちすぎなんだよ、おい。煙たくて見えんじゃないか。一体一体仕留めていくぞ。ひょい。すっか、ここやっぱやりづらいな。フェンサー的にはやりやすいんですけどね、登るのがめんどくさいですね、ここは。そしてこのガトリング打つとね、お前処理落ちするんだよ、バカタレが。中の人いた。なんか後ろから撃たれた。リロードか。クソ、
と守られやがったあいつ。でかい図体して守られてんじゃないよ。はい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 。なんか弾透き通ってるよねいつも。どう岩から弾が出てきた今。ずりーな全く。全部弾き返してやくる。あ、なくなった。逃げよう。なかなか厄介ですね。あのシールド持ってるやつ。別にね強くはないんだけどね。ガトリングがね見えないね前が。こいつ、お前だよお前。立体起動を駆使する。あ、リロードだ。動けねえっちゅうの。バカめ前に出てきたな。縦の後ろにいればよかったのに。クソ最後まで邪魔するやつね。見えねえぜ。適当に撃ってます。ぐわ2連コンボとは。こんだけアイテム落ちてら負ける気がしねえぜ。お足元にアイテムがいっぱい落ちてますわよ。特にここに回復がこんなに。はい、俺の勝ちだね。守られ、盾で守れない部分はここか。ここじゃねえのか。うん、頭隠して尻隠さずってやつはこういうことを言うんだぜ。あいやー、あいやー、勝利の舞。はい、スパインドライバー 30mm ガリア銃キャノンは持ってますと。正直今回はすまんかった。噛みすぎな上喋ることはですねあんまり考えずに、プレイステーション3のスイッチをつけてしまいましたね。見ていただけたらと思います。今回はご視聴お疲れ様でした。それではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。